哇！法國海鮮大菜真係～但熱門又放咗喺只業界巨頭身上，登山英只有次熱門。パリロンシャン競馬場2400m、世界各国の最強馬が集いし、この舞台から今年はどんなドラマが生まれるでしょうか。さあ、欧州競馬の最高峰凱旋門賞、まもなく発走です。イギリスとアイルランド、2つのダービーを制覇した馬の登場です。ロマンティックウォリアー。ロマン勇士。ヨーロッパ最強馬の登場です。登山英知、移動は。クイーンエリザベスステークスからおよそ2ヶ月。強豪相手に再び最強馬の称号を勝ち取ることはできるでしょうか。アルピニスタ。芝の名手を背に、この大舞台に挑みます。鞍上の好リードで、いざ G1 制覇へ。トルガーが立つ。前走で敗れはしましたが、まだ見かけられるような馬ではありません。キルシタ人。後方一騎がこの馬の持ち味。前走の結果に納得しているのではありません。ファンの期待を背に優勝を狙います。ストラック、フリーロの馬体が大舞台でいつもより同じ舞台の前哨戦に、サラブレッドらしい見事な海外の名勝戦に、創世界や、マッドンナ。業界巨頭。実力は誰もが認めるところ。勝ってファンの支持に応えたいところです。もう好位差しがこの馬の信条。すっと先端につけ理想の展開に持ち込みたいところです。ファイブドライバー。前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。ハリケーンレーン。前走での競争は力に新しいところ。然后情志，跟住呢只雍容二啊，都我睇唔好啊。仲有一只仲更加离谱啊，阿大爷。世界最高峰の戦いです。さあ凱旋門賞、まもなく発走です。スタートしました。ディープボンヌ好スタートを切りました。クロノジェネシス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくディープボンヌ行きました。続いて前へ行くのはクロノジェネシス、ロジシャン。後方からもう一度先頭から見ていきましょう。ロストロポビッチ先手を取りました。その外からディープボンヌ、ストラクター、それに続きます。その外にファイブドライバー、並んで18番アダイア。これに続いてクロノジェネシス、白の帽子アルピニスタ、その後ろこの集団にキプリオス、ハリケーンレーン、すぐ後ろ後方に控える形でロマンティックウォリアー、その隣にトルカータータッソ、ここにベリーエレガント。価格はロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、2度目のない展開になりました。その後ろからはオーグ、並んで8番アルナワ、クールビヨンダイヤモンド、そのうちに続いています。すぐ後ろにグルーヴ、並んで15番サンタイムフォーラム、内からはロジシャン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭を見てみましょう。10番ロストロポビッチ、依然として先頭、その後ろにディープボンド、その後ろにストラクター、前はロストロポビッチ、ディープボンド、ほとんど差がありません。ストラクター3番手。さあ最後の直線、オープンストレッチをめぐる攻防だ。ロストロポビッチ先頭。さあディープボンド、好浪漫勇士浪荡解冚緊上嚟，跟住我哋当烧咗登山英姿。浪漫勇士系咪真系最劲啊？登山英姿企喺后面同你等，浪漫勇士金毛狮王近邻骑得相当之出色啊！好啦，已經揾到男人嘅統帥阿 Steven 哥啦，咁佢下一場會跑啲咩咧？我諗下個季應該會進軍香港，挑戰香港三冠。我諗呢只馬始終勝利喝彩嘅後代，你始終喺歐洲喺香港派都好適應，我勝利喝彩嘅後代始終係。
希望可以在香港賽事有進展啦。好啦，仲有個馬返近輪真係差唔多啦，近輪真係都應該都唔會退咩啦，都交由近輪拆騎啦，自己買嘅馬自己騎返都算有個交代啦，近輪自己推介俾我哋。